も要素で新潟ゾーンをしていきました。あれです、晴山がつきましたが、ここはブラント体を当てながら、前半リズム疲れなかったけども後半良かったと話していましたハミルトンです。晴山、うん、決まりません。誰走っていました。ファーストブレイクです。そのペースしっかりバウンド取っています。ちょっとパスが乱れた。アレンに渡す。アレンがドライブ、上ももらっています。ノーミから、あ、素晴らしい、これはいい合わせ。ノーミの非常にいい動き、やはり今日もしてますね。ノーミがポストアップ、ただすぐに止めていきます。まあ、ハミルトンの対応はすごい良かったですね。そうですね、ファーストブレイクさせません。ハイドでこれは、うん、あ、いい形で入りました。佐藤が中田がつく、キックを使ってキックアウトから、いやー、この人のこれ様子でのスリーポイントです。昨日はちょっとミスがあったカリマタですが、今日はまた出した展開よく見えています。ノールってバンズでヘンドリックス、いや、ノーミがまたいい形作っていきます。タイムアウトです。アレンがドアとんどー危ない、まだアレンが残しています。そこからユーラス取ってまたを決めていきました。なんとか晴山、ハミルトン、晴山に渡してクイックから、あ、これはいわゆる失格だ。そのままファーストブレイクで入れるか、アレンです。ブラントがここは行きませんでした。ガラシバンでフック決めていきます。あ、早めに取りましたね、早めに取りましたね。ここはいい形、新潟がブラントがついてくる。うわ、そしてガラシですが、カリマタもここはなんとかディナイしてコンテスト、うん、あ、しかし決め切ります。スピードがあります。今日もかき乱すペース、のみ、うん、決めていきました。もらいに来ますが、ターン、いや、そのまま切り込んでいっちゃうデイマック。連続で得点を上げられる方がどちらになるか、ディフェンスが大事になってきます。いや、決めれました。さあ、から今飛ばないで、はい、手を上げてるだけでしたね、素晴らしかったですね。そうですね、いやー、引っ掛けた、これは柏木から読んでいた、今のは軽率ですね。ノーミが、ここはトングがついていますが、うん、いやー、決めていきます。ノーミです。ヘンドリックス、トングがつくバウンズで、うわ、これはうまく合わせていきました。新潟もまだ自分たちの流れという形にはなっていません。五十嵐です、キャッチャーのシュート、決めていきました。五十嵐が来る、五十嵐自ら行った、強引に行った、いや、これです。五十嵐もこのトップスピード、ヘンドリス生かしています。リバウンドからアレンです。あ、フェームかれてる。いや、昨日はただ残り5分からシガが苦しみましたけども、今日はまだ食らいついています。スイッチでここで打っていった、いやー、決めました。これはもうオールスイッチですね、はい、アレン、あ、ダブルチーム来ましたね、2人で来ました。ただアレンが決めていきます。アレンが外から決めました。同点、シガ微妙なやつ吹いてもらえてないんで、うん、そうですね、はい、イライラしてたと。そうですね、あ、うまい、あ、変です、うん、いやー、決めました、ゴール差です。これで1点差、あ、よく守ってる、ヘンドリックス、ブランドがつく、ヘンドリックス強引にって決めてきました。ノーミどうか、ノーミはどうか、あ、うまく変わった、すぐに、うわー、これもタフショット、なんという試合でしょうか。ブラントがついてる、アレンがこの距離から、これが決まりませんが、ノーミが頑張る。そして今度は林田、決めてきた、